まず、そうそうそう、はい、覚えられます。じゃあ、スワンさん、今日漢字10個覚えられますか？10個無理、絶対に無理です。絶対に無理、全部そう、覚えられますそうね、10個はまだ大丈夫でしょ。じゃあ、15個はどう？漢字15個できます。あ、できます、すごい。じゃあ20個どう？新しい漢字を20個覚えます。新しい、ちょっと無理、ちょっと無理だよね。新しい漢字1日で20個覚えます、ちょっと無理でしょ。100個覚えますは覚えられっこない、3つは覚えられます、10個も覚えられます。でも20個の漢字はちょっと無理だよね。でも寝ないで勉強します、アルバイトしません、20個は大丈夫かもしれないよね。はい、そうです。頑張ったら多分できるかな。そう、多分できるかな、できるかな、できるかな、頑張ったらできるかな。絶対に覚えられないとは思わない、ちょっと大丈夫、多分ちょっと大丈夫だと思います。頑張ったら覚えられるかもしれない、その時覚えられないことはない。ないとない、2つあるときはないとない、だからできるになります、覚えられる。でもちょっと心配で、できますか、どうかな、わからないです。でも絶対できないじゃないです、できるかもしれない、頑張ったらできるかも、その時使います。じゃあもう一つ、皆さん2日全然寝ません、できる？ランさんは2日全然寝ません、ずっと起きます、2日間できますか？できません。でも100万円あげる、頑張ったらどう？できますよね、頑張ったらできるよね。その時起きられないことはない、起きていられないことはない、つまり起きられるの意味です。やっぱり自分の国
れない。聞かないことはない。はい、次。ミクオからそうね。ヨーテルさん。食べないことはない。食べないことはない。はい、7番を。じゃあ、ランさん。素晴らしい。そうそうそう、今までずっと動詞の内形だったよね。動詞の内形だったけど、ここでこれ何、動詞いい形容詞。そう、いい形容詞も使っていいです。安い、安くない、安くないことはない、つまり安いの意味です。はい、8番ゆうさん。飲めないことはない、少しは飲めるという意味です。ですから、ないことはないのここに入るのは動詞内形、いい形容詞何々食う、何形容詞何々じゃまたはで、ハンサムじゃないことはない、にぎやかでないことはないという形になります。いいでしょうか。次、おしこしはない。